はい、今回は質問募集してみたーワンワンワン YouTube の投稿のやつとインスタのストーリーってやつと TikTok の方でちょっと質問の方をちょっと投げかけとったけんちょっと答えちゃうみたいなどーん、ハンバーガー食べますどーすドン特注とびきりチーズバーガーですねポイテッて ですねはいこんな感じですねトゥ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 トおめっちゃ画質よくね <laughs> えめっちゃ画質よええすごええ <laughs> うるせええっとですねとびきりチーズバーガーですねトマト抜いてますねいただきます、うん、うん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 結構チーズぐーってきますねまあそれは濃厚って書解けんやね <laughs> チーズガーンってきますこれ はい、ちなみにっていうちょっとごめん、ユーザー名とアイコン出ても大丈夫かな大丈夫ですかね出すよ。<laughs> 野村世界業種別投資シリーズ、世界半導体株投資は、信託報酬が高いです。でも成績はいいです。どう思いますか個人的にはあんまり信託報酬高いのはちょっと除外はしてるんですけど、あんまり買お買おっかなとか思わないんですけど、まあでも、あの、パフォーマンス出てるなら行っちゃないととか思っちゃいますけど、何が入ってるんですかえっと、NVIDIA、NVIDIA、ブロードコム、台湾セミカンドルンやインテル。 らしいですまあ世界の半導体がトン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 って入っとっての1.6%とかでしたっけ3ヶ月チャートこんな感じでトカトカですよ解約時にもなんか引かれるらしいですよちなみに0.3%やけど、まあ、半導体がこれからもどん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 って思うのであれば信じて託していいのかなって思いますね、まあ、それを俗に言う投資信託って言うんですけど <laughs> まあまあまあ、たまに株出しアップの後に消すのはなぜ消したっけってか出したっけちょっとわかんないですね。ドーン、スリーサイズうーん、好きくないですね。ドーン、5月上旬の何かのネット記事で NTT 株は300株超えるみたいな記事があったんですが、ウユさんの見立てはどんな感じですか ?NTT ですね。今のチャートこんな感じでございます。147円です。冷やしがとかとか。 中足が個人的にはここ割れちゃったんでちょっと上がる兆しがないのであればちょっとトカ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 135とかかなって思っちゃいますねはい「ウユがごとくゼロウユちゃんが株をはじめで物語なぜ始めたのか誰から教わったのか初めて買った銘柄どんなトレード中の始める初めてのソムヤキ N バックスをですね えっとですね。福トレのお客さんに教えてもらって始めましたね。今、金利低いし株買えばって言われて、株って何ですかって。 っていう物語ですね。まあ、その時に三菱商事も買いましたし、三井住友フィナンシャルも買いましたし、どんなトレード手法から始めたのか、最初は本当に優待とか配当でしたね。初めての爆撃は、なんかそこら辺にあった人みたいな人に聞いた、あの、アンジェスがいいぞって言われて、なんか、トーンって買ったやつがファーンって上がって、プラス、 その時、17万とか20万はいかんかったかな。あと、爆損は、ああ、あの、開花ってやつですね。あの、開花ホールディングスでしたっけあの、仮想通貨の会社ですね。が、25万とか。 あの、爆存してますね。はい。デイトレで取った最高額と最大損失額は、デイは多分10、十、十何万とかですかね。20位わかんないですけど。ディスコですね。デイトレ最近なんで、最大損失も20ぐらいですかね。ディスコで。<laughs> とん目標にしている資産額はわかんないですね。なんか、上見たら本当キリないんで。とりあえず、1億。 とでも言ってきましょうか開業はシンプルに会社員ができないからです。あの会社員やっとったっちゃけどなんかもう適合できなかったから自然とこっちの個人事業主っていう,もう荒波の世界に入ってきたっていう感じでございます。株は奥トレちゃんに教えてもらいました。NEXT NVIDIA。えわかんない。<laughs> トントントンって上がるとこでしょ。え NTT 株はどうやって買いましたか書籍、ネット、実践、実践ですね。まあでも実践じゃないですか。なんだかんだでっていう。まあネットはいつも見てます。あと実践も毎日やってます。 本は最近比率がガッて下がりましたね。全く見てないですね。どー身長何センチ ?151 センチ ?2 センチくらいですかね。おっさんですけど、今度脱毛あ、ぜひぜひ脱毛をしに来てください。中須にございます。どー投資金、投資金の資金源は自営業ですかそうですね。自営業と、まあ、今までコツコツ貯めとった貯金ですかね。ライバル視している株系 YouTuber はいないですね。<laughs> とか言ったら違う違うじゃんあの見ないようにしてるんですよね私見とるっちゃけど投資系の発信をしている女性の YouTuber だとかそういう方をやっぱり敵視しますかとか言えるけどあのすみませんあの誰一人知らない。 っていうすいません、あの、見てないですね。ちょっと生きっちゃってるんで、あの、ちょっと、あの、唯一無二の存在になりたいと思ってるんですよ。なんか、投資女子って言ったら、結構なんかあの、すいません、あの、勝手な偏見ですけど、あの、結構なんか、ね、なんか、ピチーっとした服、なんか、露出がすごい方とかいるじゃないですか。そっち系には絶対走んないんで、私、自分っていうカテゴリー作りたいなって、すいません、生きっちゃってるんであの、そう思っちゃってます。なので、いないですね。 はい、トレーダーだと思っていましたが仕事もしてるんですよね <laughs> はいしてます <laughs> あ,あのそうですねあの専業トレーダーって思ってましたあの実は違くてですね、はい、魚と肉 <laughs> 魚と肉魚と肉両方好きですよでも最近魚が多いですかねイクラとかウニとかなんかザ魚ザ海の味がするみたいなウニとかなんかそういうあの無理ですそういうのはでも白身魚好きです お肉はなんか最近というか、やっぱ大人になって、やっぱいいお肉を食べるようになって、やっぱ数枚でいっかなっていう、あれになっちゃいましたね。デイトレの総額の損益っていくらですかえあ、ちょっとね、今ね、楽天証券がね、メンテナンス中で、あの、ガチガチガチ。え、まあ、結構、200万いってると思いますよあの。デイか。あ、デイでもそうですね。はい、すいません。<laughs> はい。あ、勉強はね、勉強はネット見たり YouTube 見てますね。 はい、来週のトヨタに全てかかってます大丈夫だと言ってほしいうーん厳しいってですかねほらよ <laughs> 200日移動平均線頑張ってほにゃほにゃ中でございますねまあ超超超超長,長期では大丈夫なのかもしれませんけどね なぜそんなに株のこと詳しいんですかああ、てんちゃいだからですかねじゃなくて、えー、っと、好きだからですね。ずっと見てるんで。いや、詳しくはないですよ、全然。全然私よりファンダメンタルめっちゃ詳しいと思めちゃめちゃブロブロっているんですけど、まあまあ、広く浅くはなんかつかめるように、なんか、 頑張って一生懸命あの見てますねネットとかね天神のランチここいっとけ極ヤですかね金虎ですかね川銃ダメですかレンジかなって思います5500抜けたらちょっとちょっとうわ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 わわってなるかもしれんわかんないですここ抜けたら今の三菱重工みたいな感じになるかもしれんわかんないですはい YouTube 顔出ししろって嫌ですね長期系で何か最近買いましたか FP パートナー。はい。NTT150 円問題ですね。149円から少しずつ買い増ししたいけど、ウユーピヨンが空売り仕掛けてきそうで怖い。あ、ウユーピヨン来ないですね、ここには。<laughs> てか、私なんかが空売りしたのって全く動かないんで大丈夫ですよ。どんな人生を送ってきたのでしょうか。 荒波でございますね家賃いくらですか、まあ、福岡市博多区駅徒歩10分以内だったら78万とかですかねはいそんくらいで住めますよはい福岡めっちゃいいんではいおすすめでございますうーさんが気になる投資家は誰ですかえいない <laughs> バフェとかそういうのってことえ気になるってどういうこと え分かんないあチェックしてる人はいますけどなんかあんまりこう感情移入しすぎたらなんかダメだと思います個人的にはなんか参考にする手だったら全然いいとは思っちゃうけどあんまりなんかドワーってなんかこうこうなったらなんか私にもあのい,いるんですよあの言ったらなんかもううーちゃんが好きやけんなんかうーちゃんがいつも触ってるディスコ買ってるとか マジでやめてくれって思っちゃうんですけどこ,ういうこの人はこういう考えをしとるタイねっていうあのこういうなんかちょっと俯瞰してなんか常に見とった方がいいと思います別になんかい,いいとは思うけどなんかこの YouTuber 好きとかこの配信者とかこのインフルエンサーいいなとか思う分には全然いいとは思っちゃうけどそれと金をこう金 <laughs> それと自分のお金をこう,なんかこう結びつけるのは本当にやめた方がいいんでどこ好出身あっ収入感とかでも言っときましょうかね <laughs> <laughs> 怒られる。証券初心者です。うゆちゃん見て少しずつ学んでます。ありがとうございます。どんな,どんなサイト見ていろ調べてますか会社のことや株のことなど。おすすめのウェブサイトは あ、カブタン好きですね。カブタン見やすいですよ。あと X、X めっちゃ見てます。有益な情報がふわーってみんな書いてるんで。メガネしてますけど、目はやるいんですかあれはですね、自由に売ってあるどなしのメガネでございますね。目は普通に悪いですけど。はい、投資結果報告系 YouTuber でライバル視、出ましたまた,だライまたライバル視ですかしてる人や面白くて見てる人がいたら教えてほしいです。僕は、おゆうちゃん、あー、いろんな人の名前、ありがとうございます。 あ,あ,ありがとうございます。えっとですね。うーん、8時になりました。NVIDIA 買いました。今後の展開はえわからん。<laughs> ちょっと1回ちょっと調整くるかもしれませんね。わからないですけど。嫌なんですけどね。あの、持ってるんで。アメリカ半導体ちょっと厳しいって,ってなったら、ちょっと結構うわーってくるんですけど。結構。 買っちゃってるんで配信にはあまり行けていませんが動画ありがとうございます質問ですがゆうさんはニーサで個別株まだ買ってないんですよねのニーサの成長投資枠バリバリ余ってるんでちょっともうマジですちょっとマジで240万トーンって書いたいんですけどちょっとなかなかちょっとあの勇気が出ないですねはいトーン今の資産どれくらいあるんですかランクル ですかね。<laughs> <laughs> はい。話し方方言気になります。出身地はどこですかあ、博多でございます。博多です。福岡の博多っていうところにずっと住んでます。 はい。北海道電力まだ持ってますかはい。当の昔にもうポイってしましたね。ノンギャーブ覚えましたかちょっと勉強不足でちょっとすいません。あの、調べたんですけど全然わかんなくて。あの、楽天の決算のあれですよね、ノンギャーブってね。わかんなかったです。どこにも書いてなかったです。はい。レーザーテックのサソリキャピタル。レポート出して、空売りなんか前にしとってってやつですよね、レーザーテックを。どうもこうもないですね。はい。資産1億あったらどうやって運用するか。あの、後輩と買ってファイヤーしよっかなー っはい。FIRE ですね。はい、NVIDIA 分割。あ、NVIDIA 買ってますね。1株だけやけど。様子見ですかね。犬猫。あー、猫が好きです。はい。過去にあった FX 株取引での面白エピソード。あ、FX ではないんですけど、あの、ゴールドを指標またぎして、秒で50万ぐらい。 失いましたねあ嬉しいですね絶対可愛いのになんで顔出ししないんですかいやーありがとうございますあの投資系 YouTuber ってあの顔出しするメリットってあんまないんですよ素の自分を素の自分をパッて出してしまうとですねまあまあ TikTok の方でな出しちゃってるんですけどあれはなんか別人と思ってるんでなんか別にいいやとか思ってるんですけどあのもうガチの無加工をポーンってこう出してしまったらですねあの自分のことを本当に なんていうのかなちょっと恨みを買ってる可能性もあるんですよわからんけどちょっと怖いなっていう金が絡んでるんで私が過去になんか なこれ言ってないとーとか言った株をもし仮にドカーンって買っとう人とかおるとするやんかでその株がドカドカって下がっとうするやんかそしたら絶対恨み買っとうやんかっていうまあ自己責任でとはもちろんみんな思ってるとは思うんですけど中にはそういうなんか思ってる人もいるのかなと思ったらちょっと怖いなっていう一応活動者の端くれやとは思うんですけどあ,のあんま説得力ないとは思いますけどあんまりなんか承認欲求ないんですよね なんか私見て私見て私を私を見てください私見て可愛いって言ってファンファンファン,ンがないんですよ動画配信始めた理由はまあ秋ぐらいから始めたんですけどなんやろう <laughs> やっぱり YouTube ってガチでやった方がいいっていうのはちょっとなんか知り合いからファーって聞いとって。 まあそれもあってプラスこの方の人間がいなかったからですかねちょっとあんまりあの言いたくないですけどあのねあの20代の女の子で博多弁喋って投資やってるっていう人がいなかったからですかねごめんおったらごめん <laughs> やけんちょっと賞賛があったっていうのもごめんけどあるこれが仮に投資以外でなんかやれって言われたら私無理ですもんね エン,タメエンタメ枠というか自分の顔1本でこうやっていけって言われたら私絶対伸びないと思ってるんで、はい、私がひたすらなんかメイク動画とかまああるやんなんか若い女の子がこう参入していきそうなところってまあ大抵美容とかやんか、まあ、美容やっとうっちゃけどまあそれはまあそれっちゃけど。特性が何もない ただの20代の女の子です。ポンって出したら絶対伸びないと思うんで。こんな感じでなんかファーってこう着てるんですけど、ありがたいことに。あちょっとスクショパンパンパンって反るのがちょっと非常にちょっと編集がちょっとなんかあれなんでちょっとまあ,あれなんですけど。なんか彼氏に求める条件はとか、理想高いんですかとかなんかめっちゃ着てますけれども。あの、理想は高いですね。非常に。<laughs> <laughs> その分全然求めてもらっていいんであのこうであれこうであれって言ってもらっていいんでバリバリご飯作るし全然家事しますし頑張って稼ぎますしっていう <laughs> なんだこれ <laughs>。 <laughs> はい。だとか、株と事業どっちがメインなんですかに関しては、半々ですかね。いや、でも、でも事業にせんといかんのは分かってます。なんていうのかな。YouTube も好きやし、配信も好きやし、エステの経営も好きやし、なんか好きなことめっちゃ多くて絞れないんですよね。あれですね。 思ったらポン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 ってやっちゃうんですよね。同時進行にっていう。全然器用ではないんですけど。なんかメインとかそういうのなくて、なんかやりたいことやってるって感じですかね。よくなんか言われますけど、なんか株と、株と脱毛どっちが儲かってるんですかって。まあそれはまあ月によるでしょうっていう。 やつですかかね終わろうかなあの皆様いつもありがとうございます。あのここのチャンネルはあのめちゃくちゃあの治安がいいってあの有名らしいっす。<laughs> はい知らんけど。はい、っていう感じで終わります。またお会いしましょうってことで以上でございます。